日比谷セントラルビルは東京都港区西新橋に立つ超高層ビルである。この地には古くは江戸城の外堀があり、1934年には日産コンツェルンにより日産館が建設された。第二次世界大戦中の1944年には大日本帝国海軍に接収され関西本部が置かれた。戦後は外務省、厚生省が使用した後、 日産コンチェルングループの合同ビルディング株式会社が買い戻したが、1956年に三井物産が同社を買収し、建物名称が物産館に改められた。1976年に大手町に三井物産ビルができるまでは、旧田村町にあたる日新橋1丁目、内幸町2丁目界隈には、物産館をはじめ多くの建物を三井物産が所有し、 営業活動を行っていた。三井物産が転出した後は1980年7月まで、警視庁が仮庁舎として使用した後、1981年1月に解体された。物産館の建て替えにあたっては、北隣の NHK 東京放送会館や、福岡館と一体での再開発も検討されたが、単独で施行することとなり、1981年1月に、 着工。約2年4ヶ月の後期の後、1983年5月31日に、日比谷セントラルビルが竣工した。建物は東西に細長く、透明、西面角一本の細い縦レン窓と、淡いピンク色のスペイン産加工岩で仕上げられた外壁が外観の特徴となっている。東西両サイドにコアを有し、 オフィス部分は約950平方メートルの部柱空間が確保されている。地下には輸入費の機材性能60トンの受水槽が2機設けられた。日比谷通りに面した敷地東側には試行4社より山本栄氏の彫刻王と王妃が寄贈された。敷地南西の一角には隣接する物産ビル別館建設時に発見された江戸城外堀の石垣が 復元保存されている。1985年には第26回 b c s 賞を受賞した。2009年5月まで、日比谷セントラルビル内郵便局が入居していたが、日新橋一郵便局と統合し、日新橋郵便局となり、廃止されている。ありがとうございます。